ハロー YouTube。 ニハオ。ただいま日本ということで、私たちバンライフ今日は海外に行ってまいりました。初のね、インスタ X にはちょこちょこ上げてたから、知ってる方もいるかと思うんですけど、お仕事でね、今回は台湾に行ってきました。もちろんバンで行けなかったので飛行機で行ったんですけどね、はい、延べ4泊5日全て撮影、地獄の台湾旅行ではない、もうもはや撮影場所ホテルの往復だったな、ほとんど。しかも朝9時とかだもんね、集合時間死ぬマジで今回台湾に撮影で行ったわけですけれども、その中の一つの企画がなんとブレイキングダウンの選手とパチンコ対決と、うん、ブレイキングダウン今ね有名なの中の樋口選手と関谷雄二郎選手で、司会がなんとおでんツンツン男豊島さん、はい、チーム対抗戦みたいな感じで100万円をかけてやってみました。リングの上じゃなくてよかったね、うん、カメラでは撮ってないんだけど、カメラが回ってない時に俺は2人にあの腕ひし十字固めとかやっといたから、アキレス腱固めとかね、初言癖じゃん、ボコボコだったから。またいつもと違う感じの動画もお届けできるかなと思います。何何何、猫パンチ。いやー疲れた。で、昨日夜中着いたんだよね、10時ぐらいセントレアから乗ってったんで、セントレアに10時ぐらいに着いて、バタンキュー一路駅で、バタンキュー前回動画出してから、総集編出してから、うん、ちょっと間が空いてしまって、今回このお知らせ動画を急遽ね撮ってるんですけど、その5日間ほぼ編集もできず、パソコンも持って行ったんだけどね、で編集もできず、まあ、YouTube も上げることできずみたいな感じで、今から怒涛の編集期間に入るわけですけれども、まあ、一度ね楽しみに待ってくださってる皆さんにすいません、ご報告、近況のご報告とちょっとお詫びでね、本当に全然編集できなかったんだよね、撮ってパソコンに移して整理して、で一日終わっちゃって、また朝から撮って戻って編集してみたいな。でいつもの私たちの生活パターンだと、夜中までとか朝方まで編集して、もうお昼過ぎまで寝てるみたいな感じなんですけど、そういうわけにもいかず、うん、もう明日も早起きだ、出なくちゃっていう頭もあったりとかして、結構あのぶっ詰めて、台湾もね予定がぶっ詰まって行動してました。あとはですね、18万人も目前ですね、うん、おかげさまでありがとうございます。18万人いったら、その記念ライブもまたやろうかと思ってるんで、お楽しみに。その時にまたね台湾の話とかもちょろっとできたらいいかなと思うのと、台湾編も、何本か今後出ていく予定なので、お楽しみにしててください。台湾行ってる間に給料入ったんで、給料の撮影もねしなくちゃいけないし、それの編集も相まってちょっと時間かかるんですけど、そのお詫びということで撮らせていただいてます。撮らせていただいて、はい、まあ、先月から結構バタ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 していて、動画がまちまちだったりするんですけど、これからも応援してください。バンライフ今日の旅は続いてますので、イベントイベントイベント、台湾と、もう怒涛だったからね、ここ2ヶ月ぐらい。ようやく九州行けると思ったんだけど、もうすごい溜まってるんで、もうガンガン編集しますんで、しますんで、ちょっと追いつかないのでちょっとお待ちください。中国地方、四国もちょっと寄る、九州皆さん楽しみにしててください。行きますから。じゃあ、次回の動画で、バイバーイ。バンライフ今日。
ネットルイパネット、夢のルイパネット高田。ちっちゃ声外だわ。だから俺がやるって言ったんだよ。スタートがルイパネット、ルイパネット、夢のルイパネット高田。高田って言っとるやん。暑いね。そう、まあでも6月入って急に暑くなったよね。だけど俺は全然大丈夫だけど。そう、暑がりなのに。うん。何それ、気づいちゃった。じゃじゃん、ランボーさんの最新型ネッククーラー、 AI 内蔵ランボー、アイスライトつけてみて。すごいフィットするの、首にも。でこれのすごいところは、風マックスすごいでしょ。でこれ温度も16度まで最大下げられる。首コールド。いや、アウトドアが好きだけど暑さはっていう人、これつけといたら6000ミリアンペアアワーもバッテリーが内蔵だからだいぶ持つ。これね、20度とか、まあ、あんま寒い嫌だなっていう人は22度とかこう設定できるんだけど、一番すごいところヒーターがついてる。あったかくもなるのよ。冬でも使える。ネッククーラーって言ったらね、夏限定でしょ、ね、自然風っていうのもできるんだよ。扇風機的な。そう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 。温度は設定できないんだけどね、ほら。あとは今の気温でこの AI、ちょうどいい気温にしてくれる。そう、今周囲が32度ぐらいだから AI 的には26度ぐらいで、風もこんぐらいでちょうどいいですよっていうの。すごいでしょこれが。でなんか全然軽いでしょ。軽い。後ろの氷山みたいなのが、氷山、うん、氷山っていうのがなんかすごいらしいよ。ここにある氷山冷却ゾーンっていうのがね、ここの下から空気を吸ってこっから出してくれるっていう。これなんか風で冷たさがついてくるのかと思いきや、そうなんだ。このなんか首の後ろめっちゃ冷てんだけど。え、ここね、これも、うん、これなんだか知ってる？知らん。高性能を導電アルミニウム。ネッククーラーって凍らしたりするパターンあるじゃん。うん。冷凍庫入れといて巻く。あ、そう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 。そうするとまあ。最初冷たくてぬるくなっていくじゃん。30分も持たないよね、うん、こうやって冷やして。冷たいやろ。これ黒じゃん、うん、これしかないの。黒もあります。黒もある。充電はどうやってするの。これ充電は C タイプがあって、挿すだけ。タイプ C な。うん、ここね。今年新作なんです。今回このバンライフ表を見たっていう人は概要欄にリンク貼ってあるので、そこから飛んで割引コードを入れると割引になります。今の値段はいくらですか、定価は。ちなみにこちら、あ、わかんないな、うん、いくらですか定価は。これ定価は 26,390 円なんだけど、最新モデルですから。まあでも1年中使えるっていうね。そうなん、携帯とか時計に続く、もうアウトドアでは必須の第3のアイテムなんじゃないかなと思う。台本読んでる。必需品。台本。うん。何見てる。これマジで最高。でこうやってね、海の日に暑い日もこうやってつけてられれば、全然なんか例えばね、お子さんがいる人とかね、プールで泳がせてても、奥さんこうやって待ってんの大変じゃん、暑くて日傘 さして、これ1個で十分。マジでこれ最強。はい、ということで今回はこのランボーさんの最新ネッククーラー AI 付きスマート家電、ランボーさんのアイスライト、ぜひ皆さんこの夏必須です。僕らもこの夏ね、外に出るときはこれをちょっと
使おうかなと思ってますんで。最近ね、イベントとかも増えたんだよね、うん、イベントとかにもちょうどいいじゃん。いいよね、あの両手塞がらないから、ね、そう、このままこうやって荷物も持てるし、場所も取らないし、ね、車中泊イベントとかもそうだし、キャンプでいろんなね、あの野外イベント、ライブとかあるじゃん、フェスとか、うん、フェス。だいたいさ、体感が違うじゃん、体感を取って、暑さがさ、よく今もさ、車内でさ、俺は暑くて寒いって言ってエアコン入れたりするじゃん、だけど寒いって言って消すじゃん、影響ないから。最近俺これ使ってるもんね、これ来てから。ぜひ皆さん気になる方はね、概要欄の方に書いてありますんで、ご検討ください。